皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは比べるなら自分自身と、というお話です。私もそうなんですけれど、あなた他の人と自分を比較したりすることありませんか？もしその比較によって、あ、もうちょっと頑張ろう、こういうポジティブな気持ち、これが生まれればいいんですけれど、生まれるのが苦しいと、ネガティブな気持ちになってしまうと。こういう気持ちになるなら、これ他の人と自分を比べることやめた方がいいと思います。特に劣等比較ですね。自分と自分より優れた人、これを比べる劣等比較、これは相対的に自分の価値を下げてしまいます。特に成長が著しい10代の思春期ですね、この時期には劣等比較をする傾向が強くなるそうです。他の人との比較で自分が足りないもの、これを補ったり自分の欠点を改善したりできればいいんですけれど、そうならない傾向が多い。そういう人はこの劣等比較、自分より優れた人と自分を比べる、これをやめましょう。だったらどうしたらいいか。比較の対象を自分自身にしてみてはどうでしょう。過去の自分と今の自分、ね、今の自分と未来の自分、これを比べてみましょう。過去の自分と今の自分、これを比べると以前より進歩している自分自身、これを感じることができますし、今うまくいってない、でも過去にはうまくいった時があったという場合、過去のうまくいっている時期と今の自分を比べてみて、どこが違ったのか、改善点を探すことができます。それから自分がなりたい未来の自分と今の自分、これを比べてみると、これから自分が何をしたらいいのかという目標が見つかるかもしれません。ですから他人と比較するんじゃなくて、比較は自分自身ね、自分自身として見てください。今回は比べるなら自分自身と、というタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。